エイリアンアイソレーション、前回に続きプレイしていきましょう。さて、サーバールームに向かうところからですけど、普通に歩いてっていいのかな？しゃがみ歩きに慣れすぎて、普通に歩く、あれ？これどうやって開けんだっけ？ちょっとね、期間が開いちゃったので、これでいける？端末にアクセス。ドア制御。ドア開ける。封鎖の準備中。まず解体付近のドアをすべて封鎖する。備品庫整備用通路、サーバールームの受付の順でと、おお。これ大丈夫？あ、ご苦労様です。これ大丈夫なのかな？何すればいい？封鎖するっつったってな。あいつは来てないよ。大丈夫だよね。遺体が置いてあるけど、火炎放射もな、使ってかなきゃなとは思うんだけどね。結構あるもんな。よし。おお、びっくりするんだって。割と敵の期間が長かったからさ。どうもお疲れさんです。道にお迷いで、まあ割と迷ってる方かな。解放者の燃料、これも割と封鎖してる感あるな。こいつは別に無害なんだよね、今んとこはね。どうなんだろうな。危険物をお持ちですね。ああ、はい。それはもちろん。もちろんって言っていいのかわかんないけど。これどこ行けいいの？階段封鎖するって書いてあるんだけど、こっちか？端末にアクセス。キャンプの諸君へ。24時間体制で警備を続けるのは難しい状況だ。だが、ボランティアで監視してくれる人がいれば、タワー内のセキュリティシステムと合わせれば万全の警備体制を敷ける。今度は誰かが来ようと、防護者タワー開かない。そして、物資調達に出る際は、必ず私を通してもらう。大丈夫。私たちなら切り抜けられる。ボランティアとか頼ってるようじゃもうやばいと思うよ。責任ないからな、ボランティアは。あとどれぐらい耐えられるかわからない。キャンプは人が多くて不潔でゴミの匂いがきつい。ここにいて安全かどうかすらわからないのに。カーターとトプソンが先週の偵察で銃を持ち帰ってきた。一部の避難者は今までと違った顔を見せつつある。ウィンターズとかいう女性が正しかったみたいだ。うん。いろいろ大変そうね。って感じだけど。ここのドアは電力がないと開かない。新館が、あれか。新館か。新館どれだっけ？パイプ爆弾使うのかな？新館。でもセンサーがあれか。あ、新館使わないんだ、これ。ノイズメーカー作っとくか。ノイズメーカーも違うな。新刊どれだっけ？閃光弾っているの？使ったことないんだよな。アンドロイド、人間やアンドロイド脳か。じゃあ微妙だな。あ、押しちゃった。まあいいや。もう一個ぐらいなんか作っとくか。パイプ爆弾。人間やアンドロイドだもんね。ねえ。そんないるのかみたいなところはあるけど。まあいいでしょう。再生する。他に現場にいなかった人のために記録を残します。逃げ延びた人がいるかわからないので。封鎖するか。一人ずつ連れて行かれた。ドアは施錠したけど、
天井だから逃げ場も助けももちろんなかった。まあエイリアンはどっからでも来ますよねって話か。アンドロイドがとりあえずはいるから反応してただけなんだよね多分ね。でもなんかガタガタ音は聞こえるんだよね。いる音がする。管理者権限が与えられました。階段を封鎖する。いやするけどその前にいろいろ見たいんだよな。あの速さは、だってアンドロイドじゃないよな。こうでしょ。メンテナンスアクセスシャットオフ。階段封鎖する。上か。なんか声がする。次何すればいいの。お前が動いてるだけでいいの。あ、やべ。あ、くそ遅かった。あいつ無視してこっち来たな。あんながっつり無視してくんのか。走ったら多分また来るよな。買い物時全然使えてないんだけど。怖いわ。火炎放射器アイテムいっぱいです。新刊かもう。発煙筒も使いたいんだけどね。普通にドロップするアイテムがランダムなの結構きついな。いざって時困るよな。よし、はい。未確認生物発見ってすごいなんかのんびりさ、あいつ話してんの。なんでなんでって感じだな。とりあえずこの辺の虫が。こういうのってさ、まあでも無から湧いてこないからどっかから持ち込まれてはいるんだよな。実際問題、え、ここ見てなかったな。やべ、広い広いっていうか、これあれか、ここか。はーい、はい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 、繋がったんだ。繋がっ
ったとてな。こうでしょ。ああ、いる音がする。落ちっけ。ちょっと走っちゃったんだけど大丈夫？よし。Maintenance access shut off. まあでもそうか、あそこ開けても結局ここ塞ぐから行けなくなるんだ。いるけど、これあいつか、アンドロ君か。近くから音がするよ。あいつが動いてるとさ、あいつに反応するからすごい困るんだよな。あれなんだ、あれセーブじゃないのか。備品庫はこっちね。端末にアクセス。エイリアン来る可能性があるのかな。全部いらな。やつが彼女を連れ去ったのに私は何もできなかった。武器の点検をしていた時に突然現れて、ダグをエイリの尻尾で串刺しにした。次に、リアムの夢見かえ？体を、真っ二つに裂き、ボロ人形のように投げ捨ててエマを追い詰めた。私は物陰に隠れていたから見つからずに済んだ。エマは助けを求めて私の名を呼んでいたが、恐怖のあまり動くことはできなかった。私は彼女が連れ去られるのをただ見守るしかなかった。だが必ず見つけ出す。最後にこれを読んだ者に告ぐ。今すぐ武装するんだ。武装はしてるんだけど、あいつあんま聞かないじゃん。エリック聞こえるか？エリック。クソ。まだ通信がおかしいぞ、エリック。いるのか？リンカーンの聞こえるか？なんとかテクニカルサポートの質までこぎつけて、水と電池を手に入れた。あと工具もなんとか、何個か、確保できた。めぼしいものを持っていかれ、行かれてたから、次は、証拠保管所に押し入るつもりだ。多分、ハッキングツールがあると思うから、一ついただこうと考えている。正直な話、ここに長居したくない。何か、よくわからんが何かがいる。とにかくここはおっかねえんだ。早く、船着き場に戻りたい。このメッセージを届いたら知らせてくれ。いいな、絶対だぞ。なんでこれ、みんなのメールが見れるんだろう。絶対そこにいるじゃん。あ、二人いる。なんか仲良くしてて。やばーい。来いや、おら。よし。これ大丈夫なのか。よし。封鎖はできたけど、なるほどね、こういうとこによじ登る。これこういう、あー、なるほどね、こういうとこがいけるのね。ちょっとマップ見させてくれ。あー、どうなんだろう。
え、めっちゃ余裕じゃん、これできるんだったら。でも多分そのうちこれ絶対効かなくなるよな。やばいやばい、ここずっといたらやばいや。よじ登る。あれ？開かない？え？あれ？開かない？え、ここじゃないの？ここじゃないのか？サーバールーム、ここじゃないのか。いやすごい緊張するわこのゲーム。やば。とりあえず大丈夫？オッケーオッケーオッケー、ここじゃない、ここ入れないんだ。リプリーに繋いでくれるか。もう繋いである。緊急封鎖の起動コマンドを用意できた。受付デスクの端末からアクセスできるはずだ。スクラップ、これか。コードは？用意できたってなんだ？これか？ 7789 か。あ、でもこれじゃないよな。音声のやつだもんね。Fuse, it's Ransom. I just got your query. Yes, I have been in our transmission relay archive and I've done some decrypting. I'm looking for crew logs that passed through Sevastopol a while ago.記録が欲しくてちょっとした調べ物を。面倒なことになる。開けてほしい。なんかあれだな、落ち着いて読めないのきついな。これか。え？これでいいんじゃないの？押したよ。選択を押してるはずなんだけど。決定。ん？あれ？やってるよ。押してるんですけど。あれ？実行してるはずなんだけどな。え、でもどこも他できるもんないよね。
これ関係ないでしょ？あ、これか？違うか？違うな。あ、これか。サーバルームの受付を封鎖した。サーバーファームでどこだ？よしよし。アンドロイドくんだ。アンドロイドくんがいる。セーブさせてくんない？そろそろ。結構。あ、てかアンドロイドくんが死んでるけど。起動して脱出しろ。脱出はいいんだけどさ。出口を閉じてトラップ。うん。もうセーブが欲しいよ、今。なんかな、物が。あ、あったあったあった。違う。違うやつだ。あ、ここ行ったらやばいやつだな。あ、でも空調のあれがあるから。空調でなんとかなんのか。よいしょ。あ、なんかある。これは？違うやつ？これなんか、いつもの設計図的なやつじゃないの？違うのか。空調動かしたらあいつ来んのかな。セーブしたいんだけどな。センサーとかいろいろあるから作っときたい気持ちあるんだけど、思ったよりこのゲームさ、まあ俺が貧乏症で全然使ってないだけっていうのもあるんだけど、あんま使わ、あ、なんかあれ、ノイズメーカー。あ、セーブあんじゃん。言って。はい。じゃあ、これ一旦区切って、次回ちょっと空調動かすに行こうか。ここにセーブあるんだったら、いけるでしょ。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。